会う、ある、帰る。歩く、覚える、起きる。開く、開ける、あげる。英語母語話者は平板が苦手なことが多いです。ですので、動詞の 50% を正しく発音できていないということになります。開く、開ける、あげるではなくて、開く、開ける、あげると読みましょう。行く、行かない、行けば。書く、書かない、書けば。食べる、食べた。帰る、帰らない。ですが、食べるのような中高の一段動詞で三拍のものは、たや手が後ろにつくとアクセントが前に移って、食べた、食べてになります。これよくね、中国語を母語とする人が結構食べると同じように食べたって言ってしまうことが多いんですけど、そうやって言うとちょっと関西弁っぽいので、標準語では食べた、食べてと発音しましょう。これはどうやって発音しますか？まずよですが、これは行くよ、行くよ。イントネーションによってどちらにもなります。しかし行くの、これは必ず中高で発音されます。それに対して行くね、これは平板で発音されます。できるとだけを合わせるとできるだけに変わります。So, about the videos on my YouTube channel, you can watch them for free. But if you want to support my channel, please check out my Patreon.